イテウォンのクラブに訪れていた塾講師と接触したことで新型コロナウイルスに感染した高校3年生の受講生の A 君ミの妹が、同ウイルスの陽性反応となった。A 君ミの両親と弟に続き、妹まで感染したことで、一家全員が新型コロナウイルスに感染した。陰蝶市によると24日、 この日、エ君キミの妹であるビさんが、新型コロナウイルスの陽性であると確認した。これに先立ち、エ君キミはイテウォンのクラブに訪れていた塾講師と接触した後、今月9日にインチョン市にあるコインカラオケ店を利用した。エ君キミの家族は、エ君キミが陽性となった当日、彼の母親と弟が感染した。続いて、 キョンギ道花虫で職場生活をしている A 君の父親が22日に感染した。この日、A 君の残りの家族である B さんが陽性となり、家族全員が陽性反応となった。これにより、陰蝶の累計感染者数は計145人に増えた。市は B さんを人科大学病院に緊急移送して、疫学調査を進めている。